こんにちは、浜野です。ギター上達のヒント、今日は手作り感覚を大切にというテーマでお話ししていきます。演奏する、特に生演奏をするっていうことは、まあ、いわゆるね、その手作り感覚っていうものがね、とても大切な要素になってくると思います。はい、まあ今ね、現代っていうのはもういろんな技術発達してますから、いわゆる整った音楽っていうのをね、聞こうと思ったら、まあいろんな CD なんかもあります。名手による録音もありますし、パソコンもだいぶね、音楽ソフトなんか普及してますから、ね、そういうので打ち込みすれば、いわゆるミスのない整った音楽っていうのはね、まあ手軽にこう作れる時代になってきましたね。で、そういうところから見ると、まあ生演奏、いわゆるその手作り感覚のものっていうのは、どうしても傷があったりとか、ね、こう思わぬところでミスしてしまったりとかね、そういうのがあるので、その整ってるかどうかっていう基準で見ると、ね、まあ機械の方に軍配が上がる場合っていうのが多いと思うんですね。だけど音楽ってね、その整ってさえいればいいのかっていうと、決してそういうものでもないと思います。ね、まあもちろん、ルーズなね、理由によるミスっていうのはない方がいいわけです。ね、練習不足とか、確認不足とかね。なんかそういうので、まあミスしてしまうっていうのはできるだけない方がいいんですけれども、ね。でも、やっぱりね、本当にこう真剣にやっていて、何かその時にこう、ふっとひらめいて、新しいことやってみようと。ね、それでチャレンジしてみたら、結果としてミスが起こってしまった、なんていうこともある。わけですけど、そういう時のミスっていうのはかえって単に整ってる音楽よりも魅力的に感じたりするっていうケースもありますよね。で、例えば、まあ、音そのものなんかでもそうなんですけども、ね、いわゆるギターでも綺麗な音を出すっていうのはとても大事です。ね、ですから、まあ、いかにしてそのね、美しい音を出すのかって、これはすごく大切な研究テーマの一つでもあるんですけれども、だけど例えばね、音が綺麗であればそれがいいのかっていうと、意外と汚い、いわゆる汚い音でも魅力的に感じるっていうケースもあるわけですよね。これは人間の声、歌声でね、考えてみると分かりやすいと思うんですけども、まあよく言う鈴を転がすようなって言いますけどもね、本当に整った、美しい声、これは確かに魅力的なんです。ね。だけど、ね、それはそれとしての魅力があるんですが、その一方で、ね、例えば何かちょっとかすれたような声とか、ね、いわゆる、まあ、ダミ声っていうとちょっと語弊があるかもしれませんけども、ね、ちょっとまあ、いわゆる綺麗とは言えない声で歌ってる歌が、なんかこう、なんて言うんでしょうね、こう人生のなんかこう悲哀みたいなのを感じさせるっていう意味で魅力的だったりするっていうこともあり得るわけですよね。はい。ですから、まあ、整ってること、まあ、なるべく整えるっていうことは大事なんです。これは大事なんですけども、じゃあ整ってさえいればそれがいい音楽になるかっていうとそうではなく、ね、結構、まあそういう、例えばまあ声で言うとちょっとしわがれた声だったり、ハスキーな声だったり、ね、整ってはいないんだけど魅力のある声っていうのもあります。ね、で、演奏でも、ね、ミスがあったんだけども非常に感動的だったっていう演奏もあるわけです。ね、逆にミスは全然ないんだけども、整っているんだけども、感心はしたけど感動はしないとかね、なんかそんな演奏もあったりするわけです。ね、ですからまあ一つね、技術を向上させるっていう意味で、ね、整えていくっていうことは大事なんですけども、それだけが全てではないので、ね、ですからまあそういう意味合いで、この手作り感覚っていう、ね、手作りだと機械で作ったものは完璧なものが作りやすいです。ね、だけど手作りだと、まあなかなか整わない部分。ね、あるいは、一個一個違うとか、ね、そういうのがこう出てきますよね。機械だったら大量に同じものを作れる。ね、だけど手作りだとどうしても個体差が出てくる。ね、それが要するに整わない部分っていうのが出てくるわけですよね。だけどじゃあそれが悪いのかっていうと、それが魅力になったりする。ね、逆にその個体差があるっていうことは、だからこそ世界に一個のものになる。っていうふうな側面もあるわけですよね。演奏も全く同じだと思います。ね、できるだけ整えることは大事なんですが、ね、それだけが全てではないのでね、だからそこは、まあ、バランスをこう見ながらね、あまり整えることだけにとらわれず、ね、その手作り感覚の中でその時にしかないもの、その時にしか生まれないものっていうのも大事にしながらね、こう音楽に向かっていくとより面白みが増してくるんじゃないかなと思いますので、ね、ぜひこの手作り感覚
というのをね、大切にしてみてください。はい、それでは本日は以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。